おはようございます。今日はアコーディアゴルフさんの埼玉ゴルフクラブさんにお邪魔しています。今日のカメラマンさんはゆずさんです。お願いします。お願いします。ゴルフの上達企画ということで一緒にラウンドしてくれる女の子を探していたんですが、今日は2人の女の子が来てくれたので紹介します。アンリちゃんとアンジュちゃん、お願いします。こんにちは。お願いします。お願いします。あ、アイリです。はい、アイリさんです。お願いします。アイリさんはゴルフ始めてどのくらいですか？私まだ始めて8ヶ月目なんですよ。まだ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 。平均のスコアとかどのくらいですか？平均スコアでもまだ110ぐらいですかね。全然100切ってないんで、もう楽しんでやりましょう。はい、はい、お願いします。あとアンジュちゃんです。はい、松竹芸能の並木アンジュです。去年の3月にゴルフ始めて3ヶ月でベスト93を出しました。すごい、すごい。で平均は100前後なんですけど、ちょっと今日はとりあえず楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、初めましての女子ラウンドになるので、スクランブル方式、実は私はやったことなくて、ベストボールで、同じところから行って、3人で力を合わせたらこうなるっていういいイメージで仲良くなって、後半は普通にラウンドができたらいいなと思ってます。大丈夫ですか？はい、はい、頑張ります。頑張ります、はい、楽しみましょう。天気も最高で、ね、寒いけど風ないから、ね、うん、いいですね、うん、めっちゃゴルフ日和、ね、暖かい、よかった。なので、3人が仲良くなっていく様子とゴルフを楽しむ様子をお届けできたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと作戦を練りましょう。はい、そうですね。どれか1球選べばいいから、うん、はいはいはい、じゃんけんちゃおうかな。あ、じゃあお願いします。いきます。2番ぐらいにしときます。一番下手なんで。いやね、スクランブル緊張するな。じゃあ私から打ちます。最初からロングですけど、ドライバーでよろしくお願いします。お願いします。あ、やばい、引いちゃった。これはまずい。どこで？あ、木の右に、木の右ありますね。よろしくお願いします。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。引っ掛けました。すいません、お願いします。すごい綺麗なスイング。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。おー、ナイスショー。これだ。決まった。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、説得力が高い。そうですね。ちょっと走ってボール取ってきます私。アンちゃんのボールがナイスショットだったので、アンちゃんのボールでいきます。はい、私ちょっと今ウッド系スランプ中なんで6番アイアンで打ってます。はい、あ、やっぱり右に引っ掛けた。木越えたぐらいですね。私気づいちゃった、自分のボールでやるんだ。やだごめん。全然大丈夫。やば、問題ない。失礼します。はい、5番ウッドで打ちます。お願いします。はい、お願いします。 OKOK 大丈夫。5番ウッドでいきます。お願いします。うまい、うまい、ナイス。こっちだ。
かな。ナイスです。やばい、ずっと今アンちゃんのボールでそこにあるので拾います。じゃあ私のあのボールが選ばれたのでアプローチで打っていきます。やば、やばいやばいやばい。なんかまだ緊張してるんですけど。緊張します。大丈夫、はい、私もアプローチでやっていきます。同じように行きました。同じように行きました。入るようになってる。私58で打ちます。乗せないといけないの。そうだ。確かプレッシャーだ。3人目のスあ、やばい。みんなバンカーだ。見事に3人ともバンカーです。3人ともバンカーです。え、私のもピックしちゃった方がいいですかね。ピックします。ありがとうございます。じゃあ最初プレッシャーがないのを。あ、すごい。近いです。近い。よし、頑張ります。うまい。ここがナイさん。うわー、うまい。うまいです。スクランブルでバンカーからってあるのかな。バンカーの練習だ。じゃあ3度で打ちます。お願いします。うまい。あー、惜しい。惜しい。じゃあ58で打ちます。グリーン拾っちゃう。じゃあちょっとライン見てるためにしっかり打ってみます。お願いします。お願いします。あー、結構切れますね。え、結構切れる。切れる。うまい。うまい。やった。これもこれで終わり。ナイスに立ちました。ありがとうございます。よかった。よかった。ありがとうございます。ナイスパーです。焼けたはずだったのに。こうやってパーが取れる。すごい。よかった。うまい。こうやって女の子の敬語はなくなっていくんですか。と仲良くなっていけば。ちょっと私情報ですけど、はい、当たると200オーバーするそうです。すごい。まあそうですよね。あの、当たんないこと多いんですけど。すごい。いやでもスイングめっちゃ綺麗だった。振り抜きとかめっちゃ綺麗。うん、ちょっと頑張ります。朝だから、うん、そう、朝だから。はい、大丈夫です。お願いします。ナイスショー。ナイスショー。ありがとうございます。お願いします。いやー、ナイスショー。ダフった。飛んでる飛んでる。ナイスです。ナイスです。いや、めっちゃゴルフ日和で、ね、こんなに高いと思わなかったね。もう一個、多分あそこに。あ、90、ここから92ヤードです。これはもう、あんちゃんのフェアウェイボールを使おうと思います。9番で打ちます。ちょっと奥めに。あ、全然ごめんなさい。やばい。やばいわ。大丈夫、でもバンカーじゃない。バンカーじゃない。ベストボールになるかもしれないから。私ちょっと番手大きく8番で打ちます。あー、方向が違う。左側。あ、でもいい。あ、すいません。一
ちょっと8番持ってないんで7番で軽めに7カルで7カル。当たってないな。こっち私のボールにしました。いやー、これ確かにメカプロになったです。こんな転がんなかった。ナイス、ナイスです。うまい、ナイス。あ、やばい、トップでした。大丈夫、大丈夫。よし、よし、よし。いや、私の拾います。アンギちゃんのでいこう。はい。あ、ちょっとフック、そうだね、ちょいフックです。うん、うん、そんな見なくてもいいのかな。そんな見なくてもいいぐらい。週1とかですかね。行く月と行かない月とかさあるけど、平均して土日、いや平日も全然行きます。平日行けるのは平日がいいよ ね。そうですね、空いてるからやっぱり、うん、確かに。千葉、千葉か山梨か。え、山梨車で、ああそうです、そうです。遠いイメージ、自宅的にその全然近いです。そうなんだ。千葉よりもむしろ結構空いてるかな。確かに。山梨、富士の目ない。あ、富士の目あるよね。グリーンめっちゃ難しいんですよ。富士の目。そう、超苦手で。富士山があって、うん、なんか富士山から順目なんですよ。へえ、うん。だからどこに富士山があるかを探せみたいな言われると。そうなんだ。キャディさんに最初に、あのここは富士山があるので、うん、富士山を取り寄せ探してくださいみたいな。そこが順目なのでって言われます。右に読んで、うん、右に打っても左っちゃったりとかあるんですよ。富士の目強いですよね。そう、それ富士の目っていうの初めて知った。そうなの、あんまり行かないな、そっちが。え、あんちゃんはどのぐらい回る？なんだろう、 3月に始めた時は収録で行ってて、え、ラウンド？やば、収録で行ってて、うん、今は週2。ゴルフもお仕事？お仕事半分仕事？なるほど。ハマってやったんですか？仕事でやったみたいな。ハマって。ハマって。すごい。そうそう。でも確かに練習だけよりラウンドの回数大事っていう。確かに。うん、大事。いける。確かに、ね。私も打ちっぱなしは始めた時週8とか週9で行ってた。どういうこと？やばい。1週間7日しかない。起きて行って。帰ってきてまた夜行ってみたいな。いる、そういう人。そうなんですね。いる。あ、行こっか。はい。そろそろまともなショットしたいな。ショートコースが練習した感じ。右だ。足りないかも。ああ、右に跳ねた。道路行っちゃった。よし、じゃあ9番で打ちます。はい、はい、うまい、ちょっと左でも、あ、止まった。左側ですね。はい、あゆちゃんの腰からっていう感じいいね。あ、ちゃんと腰を意識してます。腰、うまい、うまい。ピッチングで打ちます。はい、あ、やばー、持った。仲間だ。
OB かも。乗りませんでした。乗りませんでした。乗りません。ちょっと。やっと私のボールがチョイスされたので、はい、ここからアプローチで打っていきます。楽しい。ナイスでーす。ナイスパー。ナイスパー。こんなにパーって取れるもんなんだ。ベストボールいいですね。はい、今3ホール終わりましたが、3連続パーですが、うん、さあ目標はどうしましょうか。ちゃんと目標決めてなかったですよね。うん、そうですね。バーディー3つ。バーディー。バーディー。取りたいっちゃ取りたいですよね。でも取りたい。36目指す？パワープレイを目指せ。パワープレイで、うん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 、全部パー。じゃあそれ全部パー。やったことない。じゃあパワープレイを。パワープレイ目標で。楽しみましょう。楽しみましょう。残り6ホール。はい。頑張りましょう。はい。頑張ります。お願いします。お願いします。